ラクーンシティ、ラクーンシティ警察署東棟にて機械学習を習得して頭がめちゃめちゃ良くなったカーニバルでやっていきます。新パーク機械学習を持ってきました。こちらと反問のトレイルあるので、これでめっちゃ探知負荷になっていきたいなと。んで、クモも持ってきてるのでもてあそばれる獲物ですね。これと機械学習で速度上げて、まあ、探知負荷爆速カーニバルで生存者を襲えたらいいなと思ってます。で、必要な狩り持ってきてるから、最初に見つけたサバイバー分殴れば雲対象になんねん。まずは反問で芯を消そう。下行ったから、これぐるっと回ってきて発電機を引き続き触ろうとかしてくれない、してくれないっすね。残念。他行こうか。力もある。あ、クモ。ワントークもらいつつの、オッケー。よっしゃ、もう一周耐えてくれた。で、これでここに機械学習入るんよな。あ、入った入った。これ侵害状態の発電機っすね。なんでアドオンでね、チェーンソーをギュイーンって構えてる間に近くの生存者のオーラが見えるやつ、軽量シャーシかと、チェーンソーを決めたら衰弱になるアドオンを持ってきました。まあ、衰弱状態の生存者、状況適応能力つけてそうで怖いんですけどね。特にガブリエル・ソーマやしな、あれ。ここ侵害しとこう。ここ治りそうや。ここ侵害状態にしとくのがいいっしょ。んで、さあさあ、あれ、あ、向こう行った。足跡ここで途切れている。どこ行ったか分かりません。分かりません。前はなんか機械学習も発動させたいし、あそこの発電機治ってくれてもいいんやけど、あ、なんかちょうど治るタイミングでこう襲い、おっと、ちょっと、ラッキー出会い頭。あ、治った。待って、はい、これにより機械学習が発動し、カニバルの脳のシナプスはバチバチにつながり活性化し、俺のニューラルネットワークがこの探知負荷そして迅速効果で、あっ、よし、間に合った。熱い。この人に釣り目やんね。いや、いいっすね、間に合ったわ。で、この人が発電機つけ切ったからオフレコあったっぽいけど発動しなかったね。よっしゃ、でここ侵害するか。次は、あ、ちゃうか。そっかそっか、一回機械学習発動したから、今蹴ったことで機械学習が発動して、次蹴った発電機が侵害状態だ。ややこしいな、このパーク。ほんま発動条件が。さあ、探知負荷、探知負荷ですよ。よっしゃ。いや、結構やっぱ探知負荷って効くな。侵害、よし。ガブリエルおったんやな。あー、オフレコやからか。まあ殴っとこう。はい、おお、これ襲えるかな。行っちゃうか。雲も溜まったしね。ここ行こう。雲で間に合う。おお、ナイス雲。雲なかったら間に合わんかったな、今のは。ギリギリやったし。よし、さて、で、今起きた人はどっか行っちゃった。おった。こっちから回るか。あ、おるおる。お、これラッキー。はい、こっち、よし、間に合う。おっしゃ。いや、このね、うん、この段はもう半分切るまでキャンプやな。これはうまい。まあ1台ぐらい治るかもしれんけど、遠くの発電機がね。でもね、これはキャンプする価値がある。来るか。巻きにくいよな、これは。
で、まあ、半分切ったらジェーンを真ん中やな。結局真ん中に釣るのが一番強いよな、ラクーンは。ここ行きます。ちょっと遠いかこれ。こう、まずい。あ、でも3日目さすがに来ないか。あの人ラストやしな。あー、間に合った、よかった。結構ギリギリやったべ。でこれで半門のトレイル、パンチ負荷状態でガブリエル襲いたいな。クモも1個溜まったし、おろ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 、よし、これラストガブリエル、よし、ラストガブリエル行きたい。はい、よし、どうする、これ蹴って、ああ、まあここ侵害でもいいか。ちょっとパンチ俯瞰し一旦チェイス判定切ってやな。よっしゃ。意識外からの奇襲やったな今の。完全にこっち見てなかった。よし、まだ蜘蛛のトークン1個残ってる。ここ直っちゃうか。うん、ここに侵害入れてる方がいいな。ここ結構生存者は狙ってきてそうやからね。ここはそのうち集中して直されたら直るかもしれんから。で侵害状態の発電機が修理されたらまた機械学習が発動し、カニバルの脳みそがビキビキになり IQ5 万になって、で探知負荷になって足がめっちゃ速くなると。フィジカルが強くなるんだよな、機械学習で。必要な狩りあるからさ、ちょっとこれでオブセ復活させたいな。と、あのオブセを殺害するっていうアーカイブやってるから、これでオブセ復活したら2回分進む。これは嬉しい、普通に。いる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 、だいぶ回ってんじゃん。よーし。いやマジで探知負荷強いわ、さすが室内やな。猫つけてるサバイバーもね、なんか少ない気するしね最近ね。よっしゃ、これいいわ。んで、まあ真ん中かな、ちょっと遠いけどまあいけるやろ。こつんのが結局強いんよ。これどうする、こっちも侵害しときたいけど向こうも侵害したい、結構回ってたしね。ダブル侵害したいっす。こうか、あそこの上の発電機爆発しとったし、こっち行こっか。あれ、ここ東島やんな。あれ、あそこの発電機ってこっから行けない。そうだわ、この女神像の前の発電機はこう行ってこうしか通路がないよな。あ、スマチャクなしやったら行けるわ。オッケー、よい。でさらにさすがにこっちは来てないやろうから、ちょっと板の前通らしてもろて、また真ん中釣る。ここ釣り続けてたら勝てる。やっぱこのフック強いな。ラクーンは真ん中フックだわ。はい、でまた侵害しつつの反物トレイル探知負荷で、さいた、オッケー。マジ探知負荷強い。いやーいいね、突然の探知負荷やもんね、反問のトレイルだと。あ、そうそう、なんかねデジャブをつけてる生存者はあのデジャブの効果の方が優先されるから、そう、反問のトレイルで黄色く光ってる発電機も赤く光るらしいんですよ、教えてもらったんですけど。だからねデジャブ今めっちゃ強いじゃないですか。でつけてる生存者ちょこちょこいるんですけど、そういう人たちは半分のトレイルが発動してることわからないから、以前よりは刺さりやすくなってるらしいですね。おったわ、これでこの人追って終わりやね。さあ8出した。いや俺はここでやるぞ。来い、よし、オッケー。いいフェイント、はい。
待ってな、これこの人落としてハッチだけは嫌よ。あ、見たか。はい、というわけでこの人釣って終わりと。はい、よかったよかった。はーい、いやー結構いい感じに刺さったんじゃないかな。機械学習はね、まあ、1回しか発動しなかったけど、言うてね1試合で通電まで行ったとしても2回ぐらい関の山なんよね、発動するの。なかなか自分が蹴った発動発電機を直しきってくれるっていうのがそうそううまくいかへんからさ。やっぱ発動回数少ないし、発動した時は強いけど回数が少ないからそこまで優先するパークじゃないかなって感じですね。ただたまに発動するとめっちゃ強くて楽しい、そんな感じのローマンパークなんで、たまに使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。